四輪駆動の最低ギジープの四駆ジープの電動化に向けた流れがより、明確になってきた。ステランティスは2022年9月8日、ジープブランド四駆で、と、称するオンライン動画を、日本を含むグローバル向けに公開した。四駆 4x1、e、は、ジープがこれまで、 培ってきた 4×4 という四輪駆動技術を次世代に向けて再定義したものだ。4駆の仲間として日本ではすでにプラグインハイブリッド車のデネゲート4駆が発売されている。日本でも今後ジープの新たなる挑戦としての電動化が加速していくのだろうか。今回ジープブランド4駆デーで 明らかになった内容を深掘りして、これからの日本での四区の展開を予想してみたい。まずは、ステランティスの電動化戦略の基本について触れる。それが、2022年3月1日に発表した事業方針、ディアフォワード2030だ。この中で、 2038年までにステランティス全体としてのカーボンニュートラルを達成することを掲げている。こうしたカーボンニュートラルに対する動きはステランティスに限らず日系メーカーを含めて世界的に加速している印象がある。その背景には何があるのだろうか。そもそも 地球温暖化という大きな社会課題については、国連が1990年代から、気候変動に関する国際会議、COP を開催し、その中で、将来に向けた目標を数値化するようになった。2000年代まで中心はアウトドア。1997年には京都で開催された会議で、 決議された京都議定書がきっかけとなり、自動車メーカーも将来の事業計画の中で、環境問題について真剣に取り組むようになる。日本では90年代後半に、世界初の量産型ハイブリッド車プリウスが登場。2000年代に入ると、燃料電池車の開発が世界各地で進み、 そうした中で米カリフォルニアではメーカー各社が共同して燃料電池車の実証試験を行うようになるこうした中でジープもモーターショーなどでパワートレインの電動化を想定したコンセプトモデルを公開するようになるそんな2000年代半ばから後半の時点では今や世界の BEV 業界を リードする立場となったテスラは、初代ロードスター事業を、軌道に乗せることに苦慮する、ごく小さなベンチャー企業に過ぎなかった。ジープとしても2000年代までは、電動化を一気に進めようという流れではなく、ラングラーを中核としたアウトドアブランドを、着実に浸透させていくことに注力していた。また、 ハイブリッド車については、欧米メーカーでは、構造が比較的シンプルな 48V マイルドハイブリッドを、一部モデルに導入するにとどまっていた。BEV については、2009から2010年にかけて、大手メーカー初となる日産、リーフと、三菱、アイミーブが登場している。 急激な社会変化直面ジープも BEV へ、ジープなどの欧州ブランド、また日系メーカー各社も当初は、電動化がハイブリッド車から徐々に広がり、一部では BEV も普及も進むが、その速度は、緩やかになると予想していた。ところが、2010年半ば過ぎから後半にかけて、 ジープを含めた世界自動車産業界にとって大きな社会変化に直面することになる ESG 投資と呼ばれる株式市場での大きな変化だ財務状況だけではなく環境社会性ガバナンスを重視した投資のことである国連の持続可能な達成目標 SDGs とも深く関係する。こうした社会変化を強く意識し、欧州連合の執務機関である欧州委員会が欧州グリーンディール政策を推進。その中で、2035年までに欧州内で新車100%を事実上 EV または燃料電池車とする方針を掲げた。 欧州グリーンディール政策によって欧州メーカー各社は BEV シフトが必然となっている状況だ。そのため今回のステランティスの発表でもジープ2030年までに欧州で発売する新車100%を BEV と明言しているモデルとしては 2022年10月のパリモーターショーで BEV のアベンジャーを公開するアメリカではバイデン大統領が2021年8月に2030年までに新車乗用車とライトトラックーの50%以上を BEV プラグインハイブリッド車燃料電池車とする という大統領令を発令している。どうなる日本での四区の展開。例大統領令に伴い、ジープもアメリカで2030年までに新車50%を BEV と発表したと言えるだろう。アメリカではすでにプラグインハイブリッド車としてラングラー四区を発売しており、 同セグメントで米トップの販売実績を誇る。加えて、グランドチェロキー4区も発売。さらに、BEV のワゴニアエスとリーコンが登場する。リーコンは2024年生産開始。北米では2023年初めから、予約注文を始めて、その後欧州や世界各国で、 販売する予定だ。このようにジープとしては国や地域の政策や社会状況に応じた電動化戦略を進めていく構えだ。一方、日本では現状2035年までに新車100%を電動化という政府目標があるが日本自動車工業会としては カーボンニュートラルに向けた方法は様々あるという方針を強く打ち出しており欧米で進む急激な BEV シフトを牽制している状況だそのため日本における今後のジープ4区は国の政策を中止しつつ欧米で先行するジープの新しいブランド価値の日本への 伝承を考慮していくことになるだろう。いずれにしても、本格的オフローダーのイメージが、強いジープブランドのあり方が今、日本においても4、4×4 から4区へと、大きく変わろうとしていることは確かだ。